日本を元気にする夢を届けます。熱血女性社長の産廃業界大改革。独自のシステムで廃棄物を徹底的に分別。ここで満足したくないんですよね。全ての廃棄物を資源に変えたい。目指せリサイクル率 100%。 日曜夜6時30分、夢の扉プラス。